庭久市長は日本の政治家。自由民主党所属の元衆議院議員。元愛知県議会議員。衆議院議員を十二期務めた庭平介は2位。1967年の衆院総選挙で初当選。兄の庭平介と共に、愛知県名古屋市出身。名古屋市の高等小学校卒業。1951年。 愛知県議会議員選挙に名古屋市北区選挙区から立候補し、初当選。愛知県議会副議長、丸久氏、交通社長などを歴任。1963年11月の第30回衆議院議員総選挙に旧愛知一区から自由民主党公認で立候補したが落選。次の1967年の第31回衆議院議員総選挙で初当選。 1969年に再選。1972年の総選挙では、無所属、日本共産党推薦の新人、田中道子に敗れ落選。1976年、定数が3から4に増えた旧愛知一区で3期目の、当選。この間大一時、田中角栄内閣で、通商産業政務次官、福田武雄改造内閣で、国土政務次官を歴任した。 1979年の総選挙では、公明党新人の柴田博史に敗れ落選。1980年の総選挙に落選。1983年6月の第13回参議院議員通常選挙で、自民党は、海部軍選出の吉川博史県議を擁立するが、同じ川本派の海部都市記に担がれて、庭も、投公人で立候補。次々点で落選。 同年12月の総選挙では、無所属で立候補し落選。引退を決める。1985年8月23日、死去。70歳没。1986年の第38回衆議院議員総選挙に、息子の庭昭雄が無所属で立候補するが、7200票で落選した。ありがとうございます。